ループ東日本旅客鉄道株式会社新潟支社ほか各社の皆様のご提供と主催アートミックスジャパン実行委員会そして協賛各位公演各社のご協力のもと開催しております。続いてステージを飾ってくださいますのは空手有空会の皆さんの登場です。どうぞ大きな拍手をお送りください。ただいまより日本空手協会長岡支部有空会と日本空手協会新潟支部白山空手道会による空手の演舞を行います。最初に天才空手少女として注目されている高野真宙選手の方からご覧いただきます。空手の方とは四方八方にいる敵と戦う一連の動きです。日本空手協会ではレベルに応じて26の型を練習します。演舞するのは平安二段という型です。スペースの関係上横向きでの演舞となりますがご了承ください。小さな子どもから年配の方まで行うことができます。次に低学年による平安初段をご覧いただきます。演舞をするのは小林賢章、大平千尋、水沢麗、金山春日の4名です。正面に礼。平安初段用意始め。平安初段と平安二段は基本的な型です。次にご覧いただくのは組手です。型が想定した敵と戦うのに対し、組手は実際に相手を置いて技を使う練習をします。空手を始めてから一番最初に練習するのがこれから行う5本組手です。攻撃側は相手に攻撃する場所を告げ、同じ技を5本連続して行います。受ける側はこれをしっかりと受け、最後に反撃します。ではただいまのメンバーに名塚響き、千歳兄弟も加わって5本組手を行います。正面に礼。お互いに礼。5本組手上段中段始め。Yeah!
お互いに礼、正面に礼。次に平安五段をご覧いただきます。平安型とは基本的な技の習得を目的に作られた型で、初段から五段まであります。これから行う平安五段は平安型の中で最も変化に富んだ型です。演武するのは杉本優、名塚響、高野正樹、名塚千歳です。正面に礼。平安五段、平安五段、用意、始め。先ほどの5本組手が5本同じ技を連続して攻撃したのに対し、基本1本組手は1本だけ攻撃し、受け側は直ちに反撃します。演武をするのは折笠美優、杉本優、夏塚響、高野真宙、高野正樹、小林ののかです。正面に礼。お互いに礼。基本一本組手、上段中段前蹴り、始め。4段はゆっくりとした動きの入った型で、技の緩急を習得します。演武するのは小泉ルネ、樋口光、足立優雅、駒口彼方です。スペースの関係上横向きでの演武となりますが、ご了承ください。正面に礼。今のメンバーで自由一本組手を行います。自由に技の攻防を行う組手を自由組手と呼び、相手に攻撃部位を告げるなど約束のある組手を約束組手と呼びます。この自由一本組手は約束組手の中で最も自由組手に近いものです。攻撃側は攻撃部位を相手に告げ、間合いを詰め、目標へ的確な技を繰り出し、受け側はそれをしっかりとさばいて反撃します。正面に礼。お互いに礼。自由一本組手、始め。はい、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 
をご覧いただきます。この型は基本型を習得した後に覚える型の一つで、星の切り返しが特徴の型です。正面に礼。喝采大。喝采大。試し割りを行います。空手の練習では、基本や型の練習では、敵が前にいることを想定して行っています。組手では実際に相手を置いて間合いやタイミングなどを習得しますが、実際に相手に当てることはしません。脇腹やサンドバッグ、ミットなどを使って突きや蹴りなどの技の鍛錬をします。この試し割りは板や瓦、ブロックなどを使って空手の技の威力を分かりやすく伝えるために行われるデモンストレーションです。突きや蹴りの威力をご覧ください。気をつけ。掃除を行います。少々お待ちください。先ほどご覧いただいた伐採台同様、基本型を習得した後に練習する型の一つです。私たち日本空手協会の初代指揮師範松濤館流会祖の船越義珍先生が、この型にツバメが飛ぶという漢字を当てられました。名前のごとくツバメが翻るようにスピード感のあふれる型です。演武するのは高野真宙、小林乃々佳、折笠美優です。スペースの関係上、横向きでの演舞となりますが、ご了承ください。正面に礼。
という方をご覧いただきます。この方は片足で立つ動作が繰り返し出てきますが、その姿が鶴が岩に立つ様に似ているとのことから、岩の鶴という漢字を当てて岩角と呼ばれるようになりました。演舞するのは名塚響です。いただきます。高段者向けの方といわれる高度な方の一つです。力強く重厚な方です。演舞するのは高野正樹です。試合と違い、襲われた時の受けから反撃をご覧いただきます。演舞するのは水沢元宏、名塚雄二です。Thank you.
手の方と言われる高度な方の一つで、流れるような動きが特徴の方です。演舞するのは小林ルネです。小泉ルネです。失礼しました。スペースの関係上横向きでの演舞となりますが、ご了承ください。最後に YouTube で200万回以上再生され話題の高野真宙による関空台をご覧いただきます。スペースの関係上横向きでの演舞となりますが、ご了承ください。
以上で演舞を終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。日本空手協会長岡支部友空会、並びに日本空手協会新潟支部白山空手道会の皆さんに、どうぞ今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。